宮崎の出身の方の曲をまた歌います。つぶやくあなたセクシー、夜の深さに二人溶けてゆくのね。愛の私に少し疲れたあなたと私セクシー。明日のことは誰も知らない、だから今夜はセクシー。愛の言葉は見つめ合うこと、二つの体セクシとしてるからあれ分からない、初めてです。その曲聴いたの初めてですって方、これ知ってるって聞いたことなかったほぼ知らないっていう。下田逸郎さんって方がいて、下田逸郎さんのセクシーっていう曲があって、いや、あの宮崎で有名な人を探したんですよ、ミュージシャンで。そしたら意外とは新しいけど最近の人が多くて、そのフォークの年代だとあんまりなかったんですよ、うん、だから九州テーマにするの良くないなと思ってなんでなんで、下田逸郎さんなら踊り子じゃない。あ、踊り子もね、あったけどね、曲がかぶる。いやー、ブラシャコーズ踊り子やったし、踊り子その辺はいい。下田逸郎の踊り子も生きてる。え、生きてる。どうなんでしょう、友達じゃないのまあでも多分その通りだよ。今日なんか今日今年ぐらいにライブがあるでしょ。分かった。Thank you.
失わない強い引き込まれ
しい涙よ。自分の弱さも知らないくせに強がりの汽車を走らせていた。皆さん、ランちゃんに質問とかありますか？今日
今日はほとんどの方が九州以外です。九州からではないですよね。来てる方。鹿児島の人が一人です。本当ですか。ああ、そうかそうかそうか。ガンちゃんにお土産。そうだそうだ。二宮さんそうですね。お一人だけですかね。白いギターの前にはですね、アークホテルロイヤルというホテルが目の前にあります。宿泊の心配は。まあ、なかなか空いてないんですよね。人気らしく爆買いっていうのはなくなってきたらしいですけど、それでも多いんですよね、外国の人は。たまに入ってくるそうですね。その話前回もしたの。たまに入ってこられて、まず何人かを当てなきゃいけなくて、言ってくれるまでちょっと英語で言った方がいいのかなとか、韓国語、なんか片言の韓国語がいいのか、大体中国の方は大体英語で返してくれるんで、台湾の人がですね、英語できない人もいるんで、日本語もできなくて、どうして入ってきたって思った大丈夫と思ったのがすごいなって、その度胸が、そういう人がいっぱい、いっぱいじゃないですけどね、たまにやってきて、外から見たら、ただの飲み屋に見えるいや、なんか楽器屋さんと思うらしい。でっかい、これの 1.5 倍、もうちょっと2倍ぐらいのギターが飾ってあるんで、楽器屋さんと思うみたいで、まあ、でもねですよ。今日は名刺多分ちょっと持ってきてるんで、もしお入りの方は、20枚もあったから2000何枚ぐらい、ゼロ、え、30枚、3枚、30?3枚これは10枚ぐらいですそういうのが全くやる気ないいや、まあ、3人でもできないじゃあ最後の曲は、ちょっとフォークソングで考えたんですけども、1992年の曲にします。最近ちょっとお店と並行してカバーバンドみたいなことをやってて、いろんなカバーをするんですけど、その中で米米クラブをやったので、その曲をちょっと今チャギアスをやったんですけど、山田パンダ、田正志、お、なんかすごいそう、村下幸三、チャイピアス、あ、そうそう、やさむち、違う、ですね、あ、みんな後からやる、あと2つか3つやるんですけど、それは、みんな九州の出身の人たちなんですよ。やっぱ沖時は広島だということですね。九州で九州にいるミュージシャンを紹介しようと。で、ちなみに、メモってきたのにね、どうか言ったんですか、チャギアスさんもちろん福岡でしょ、佐田正史さんが長崎、村下幸三さん熊本、で、パンダさんが宮崎だったかな、違う、大分、でもなんかですね、大分っても書いてあるし、熊本っても書いてあったりとか、大分ですよね、鳥取愛媛が大分なので、大分で、あと宮崎と鹿児島県を通ってるんですよ。九州で沖縄も一応入ってるんですけど、入れてます沖縄になるともうディーギンとか持っていきますけどね、たくさん買いますけど、あ、そうそう、パンダさん佐賀、パンダさん佐賀だったんですよ。そしたら今何がないですね、大分が消えた、大分かなって、あと3曲ある。